先週開催されました日本銀行の金融政策決定会合ですが予想通り現状維持という結果でしたその後の上田総裁の記者会見で時間的な余裕があるという発言が出ましてですねこれは昨日の大阪経済4団体の懇談会でも同じ発言をされておりますけれどもそれを受けまして市場は追加利上げの時期が遠のいたと受け止めているようでございますただこの時間的な余裕というのがどのくらいをイメージしているのか上田総裁は10月のサービス価格指数にも強い 関心があるといった極めて重要な発言もされていますこの辺りにヒントが隠されているような気がいたします今日は上田総裁の記者会見に焦点を当てまして詳しく見ていきたいというふうに思いますそれでは最後までご覧ください皆様こんにちは楽天証券経済研究所の阿多でございます日銀総裁記者会見の深読み 次回、利上げは12月がメインシナリオというふうにタイトルを打ちました。早速見ていきたいと思います。まあ、これからいくつか総裁記者会見のですね、ポイントをご紹介してまいりますけれども、一つ目。まずですね、金融政策運営の基本的な考え方、基本的な方針というのが変わっていませんということが、まず重要なポイントだと思います。このですね、上に掲載しておきましたけれども、経済や物価の見通しが実現していくとすれば、もっと詳しく言いますと、 経済物価の見通しというのは展望レポートに記載されている実質 GDP とそれから物価の見通しでございます。この見通しが実現していくつまり実際の統計がこの見通しに沿って出てきていればということですね。それに応じて引き続き政策金利を引き上げ金融緩和の度合いを調整していくことになると考えていますというふうに記者会見で冒頭ですねおっしゃいました。 まあこれは7月の MPM 後の記者会見、それから MPM の声明文と同じですので、基本的な方針というのは変わっていないんだよということを改めて確認をされたということですね。従って出てくるデータがですね、オントラックであれば、つまり見通し通りであれば動くよと、そういうことだということですね。この大阪経済4団体の共催しております懇談会、昨日行われました。これでもですね、 上田総裁は同じようなコメントをされれていますこ日本銀行としては、先行き、基調的な物価上昇率が見通しに沿って高まっていくならば、そうした動きに応じて、政策金利を引き上げて、金融緩和の度合いを調整していくと、まあ、こういうふうに繰り返し伸びられているということですので、まあ、じゃあ、オントラックだということになったときに、いつ追加利上げになるのかということが、非常にマーケットの注目をするところだということになりますね。 で、一つですね、今回、9月の金融政策決定会合の声明文に記載されている景気の現状判断ですね、一つだけ変化点がありました。それが、消費に対する現状判断が情報修正されたということであります。前回ですね、7月の金融政策決定会合での評価というのは、個人消費は物価上昇の影響などが見られるものの、底堅く推移しているという評価でありました。 今回ですね、下ですね、この底堅く推移しているという表現が、ご覧いただきますとおり、緩やかな増加基調にあるというふうに情報修正されたということですね。まあ、この文言の情報修正ですね、ステートメントが公表されたら、我々美容中ッチャーは、まずこれを見るわけですね。どこが前回から変化しているかっていう、それをチェックするわけですけれども、個人消費、ああ、情報修正されているなと気づきました。で、気づいてですね、 7月以降、どんな統計が上振れたんだっけっていうふうに、そこでちょっと考えたんですね。で、家計調査というのは、なんか足元ちょっと下振れてるなっていうデータになっています。じゃあなんだろうということで、ピンと来ましたのが、日本銀行が作成している消費活動指数という指標なんですね。これは実は上振れてるんですね。まあ、しっかりというか、まあ、堅調にプラスで推移している。まあ、これを捉えて、おそらく、底堅く推移しているから、 今回、緩やかな増加基調になるというふうに変えたんだなということで、実は20日ですね、私の結果が出た直後ですね、日経 CNBC に出演しまして、解説をしているんですけれども、そこでもですね、もしかすると、これはどの統計かっていうと、消費活動指数じゃないかというふうなコメントをさせていただきました。で、その後ですね、実際に上田総裁の記者会見を拝見すると、上田総裁も実は記者会見で、これについて、消費活動指数が、 顕著に推移しているということをコメントされています。ですので、ちょっと見てみますとですね、こういう絵が描けるんですね。これは消費活動指数と家計調査を比較したものであります。この青い太いラインを見ていただくとですね、これが日本銀行が作成している消費活動指数というものになります。まあ、旅行書士を調整したものなんですね。で、これ発想をですね、簡単に申し上げると、日本銀行がなんでこれ作っているかということなんですが、 消費の指標というのはいくつかあるんですけれども、すごく分かれているとかですね、それからサンプルバイアスとか、ちょっと触れが激しいとかですね、なかなかちょっと見方が難しいということもありまして、日本銀行ではですね、この、ここにちょっとありますけれども、家計消費支出というふうにしてますが、これ何かというと、内閣府が作成している国民経済計算、GDP 統計の中の消費ですね、この消費の作り方、しかもですね、確保です。 GDP はですね、ご存知のとおり、まず、QE というんですけども、一次速報値が出ます。その後、二次速報値が出ます。その後、確保が出て、核確保が出てっていうふうに、随時修正されていきます。データが蓄積されるたびに修正されていくということになるわけですけども、そのたびにちょっと変わってしまうんですね。まあ、日本銀行というのは、金融政策を執行している、運営している銀行ですので、金融政策というのは、効果が現れるので、 タイムラグがあります政策を打ってしばらく経って経済物価に影響が出てくるそうすると何をしなければいけないかというと先行きの経済物価を見通しながら政策を打っていかなきゃいけないんですよねそうすると足元のデータを信用してそれに基づいて政策を打っても統計がゆくゆく変わってしまうとなかなかちょっとこうしんどいということになりますので日本銀行としては GDP を見る時もですね、速報ではなくてできれば も変わらないっていう、確実なデータを参考にしながら政策を打ちたいわけですね。なので、速報が触れるっていうのは、非常に日銀にとってはちょっと都合が良くないということで、消費を見るにあたって、ですねその GDP 統計の確保にどう合わせて指標を作っていくか、指標を見ていくかっていうことがポイントになりますので、そういう発想で、消費活動指数というのは作成されています。 そうこれ、確保というか、ちょっとまあ微妙なんですけれども、GDP 統計の家計最終支出ですね、GDP の中の消費ですね、これ、点線で書いています。これ見ていただくと、青い実線とこの点線ですね、ま、だ大体同じように推移しているわけですね。で、この赤いライン何かというと、実は家計調査になるんですね。 まあこれバイアスがあると言われていて、ちょっと触れが激しいので見づらいんですけれども、これ比較をしてみますと、基準は2015年を100として全てですね。で、このグラフにしているんですが、特にですね、過去も随分違うんですけども、足元はですね、家計調査がずるずると下に行っているのに対して、消費活動指数、それから GDP 統計の家計最終消費指数というのは横ばい、まあ底堅いという推移になっている。 ということなんですね日本銀行としてはこっち見てますよということだと、それが今回のステートメントにも反映されたということだと思います。ただし、もう一回ちょっと前に戻りますけれども、マーケット関係者、我々 BOJ ウォッチャー、エコノミストにしてみるとですね、ちょっと難しい、読みづらいなと思いますのは、7月にそこが推している、今回、緩やかな増加基調にある。 データがオントラックかどうかっていうことと照らして、これを考えてみますとですね、今回、情報修正して、これはもうオントラックなんだよっていうことが言われているような気がするんですね。なので、今回だったんじゃないのっていう気がしますね、利上げのタイミングは。なんで前回あのこのあたりがちょっとコミュニケーション上、我々からしてみると、ちょっと難しいというか読みづらいなっていうことだと思います。前回から今回、情報修正しているということなので、利上げをしたのは前回なので。 この辺のちょっとずれですね、なぜ前回だったのかっていうあたりは、難しさの一つかなというふうに思いますね。まあ、いずれにしても、今回学んだことというのは、日本銀行が消費を見る際に、家計調査よりは消費活動指数を見てますよということが一つの学びということになります。さてポインントトつ目でででございますす総総裁裁記者会見で上田総裁はですねじゃあデータがオントラックだと まあそれは変わってないとおっしゃるわけですね。オンタラックだったら、じゃあなんで9月は利上げをしなかったのということになるわけです。それに対して、こういう説明をされています。えー、我々の見通しどおりに足元動いてきている、まあ、日本経済についてはそう見てますよと。しかしながらですね、米国経済の動きが先行きに関して若干不透明性を高めていますよと。でそれが国内の経済の見方等はちょっと相打ちしているというふうな表現をされてましたね。なので、現状維持にしましたということだそうです。 でもう一つですね、丁寧にそのアメリカの経済については、ソフトランディング的なシナリオに近い姿が実現するのか、もう少し厳しめな姿になっていくのか、まあ、これを丁寧に見極めていきたいんだというふうなことをおっしゃいました。したがって、でなんで9月利上げじゃないのと、まあ、前回、利上げをしたわけですけれども、今回、現状維持にした背景としては、アメリカの景気というのを気にされていると、まあ、そこが不透明なので、今回は動かなくて、ちょっと様子を見たということだと、まあ、そういうことが明確になって いるということですねそのアメリカなんですけどもポイント3つ目になりますけどもそのアメリカの状況ですとか金融市場の状況ですねそれを確認する点検する時間的な余裕あるというふうな発言をしていますちょっと具体的に見てみますと最近の為替動向も踏まえると年初以降の為替円安に伴う輸入物価の上昇を受けた物価の上振れリスクこれは相応に減少しているということをまず述べられた上で,で したがって政策判断にあたって、先ほど来申し上げてきた、まあ、これ、アメリカの状況ですけれども、確認していく時間的な余裕があると見ているということをおっしゃいました。で、政策判断にあたっては、内外の金融資本市場の動きそのものだけではなくて、その変動の背後にある、米国をはじめとする海外の経済の状況について、丁寧に確認していきたいということですね。 まあこのあたりですね、時間的な余裕がある。まあこれが今回のキーワードとしてマーケットはここに反応して、当日ですね、20日の為替市場というのは1ドル141円台だったのがですね、144円台まで円安が進行したということであります。時間的な余裕がある。まあこのどのくらいの余裕かということになるわけですけども、とりあえずマーケットはですね、差し当たって追加利上げないなというふうに反応したということですね。 この時間的な余裕があるという文言ですね、実はですね、昨日の,その大阪の公演でも同じことをおっしゃっています。なので、公演の準備をしながら、この MPM の準備も時期重なりますので、この時間的な余裕があるという、この下りはですね、大阪の公演でも MPM、金融政策決定会合の記者会見でも同じように発言しようと準備されていたまあ内容であるということだと思いますね。 その大阪の講演なんですけども、何とおっしゃったかということで、ここに引き出しておきました。8月に入り、これまでの一方的な株線安は修正されてきており、直近では輸入物価の上昇率も鈍化しました。ちょっと後で見ます。輸入物価上昇を受けた物価上振れリスクは相に減少しています。でその上で、政策判断にあたっては、内外のまあ云々ぬんかんぬんと。 そうした時間的な余裕があると考えています。ということで、まあ、記者会見と同じように、昨日の大阪の講演でも、まあ、時間的な余裕があるんだという発言をされて、まあ、これに対してもですね、マーケットはちょっと若干反応しているということですね。じゃあ、その輸入物価ですけれども、ちょっと見ておきましょう。こういう状況です。これがですね、日本銀行が作成している輸入物価指数の前年比。 ですね、2005年ぐららいから掲載しておりますこの青いラインがです、ね、契約通貨ベース、以前もちょっと動画でお話ししたことあると思いますけれども、輸入物価というのはです、ね、日銀の物価統計を作成している、まあ、私、昔在籍しておりましたけれども、協力をいただく企業の皆様からです、ね、輸入契約上の価格情報というのを頂戴して、その価格情報、その契約上の通貨のまま指数にしたものが契約通貨ベース。そそして日本銀行がもらったその価格データを 円ベースに変換をする、計算をして指数を作成したものが円ベースということになります。ですので、為替が動くとですね、この契約通貨ベースから円ベースに直すときに影響が出ますので、この乖りというのが為替の影響だということになるわけですね。これ見てみるとですね、2022年とか3年ぐらいですね、非常に輸入物価上がったんですね。前年比にしますと3割とか4割とか上がっちゃったわけですね。 その時には、まあ、両方上がってるんですけども、ちょっとですね20この辺が円安がわっと吹いた時期でもありますので、円ベース、赤いラインの方がちょっとこう上に返りをしている様子が見て取れると思います。足元もですね24年もちょっと円安の影響が出て、赤いラインですね、円ベースの方がちょっと青いラインよりも上にいってるっていう様子が見て取れると思います。ところが、足元の円安がちょっと修正されているということで。 8月のデータをご覧いただくと、円ベースが赤いラインですね。前年比2.6%まで落ち着いていると。これは7月が10.8でしたので、随分とまあ落ち着いたという姿になっています。契約通貨ベースですね。こちらの方は1.6,1.7です、ね、ほとんど動いてないという状況なんですね。ですので、為替の影響がここにちょっと出て、減衰しているということが、これでよくわかると思います。その為替の影響というのをもっとわかりやすく絵に描いたものがこれですね。契約通貨ベースと円ベースの差というのを、この青い 面グラフ、為替の影響としましてですね、掲載しています。えー、さっきもご紹介した22年から23年ですね、為替の影響はめちゃめちゃ出まして、赤いラインがですね、このドル円相場なんですけども、円安とともにですね、影響の度合いというのが激しくなって、ちょっと落ち着いて、24年ちょっとまたそれが影響が激しくなったんですが、足元は、これちょっと見づらいんですけども、ドル円相場の前年比にしてるんですが、ほぼゼロですね。で、この影響もですね、ほとんどなくなっているということになっています。 したがって、7月の段階ではですね、企業の円安というのが輸入物価を押し上げて、その輸入物価が今度は国内の物価に波及するという形で CPI の上振れリスクということを意識しましてですね、利上げということになったわけですが、そういう背景というのはちょっと落ち着いているということがこれで伺えると思います。続いて4番目のポイント。 じゃあその時間的な余裕があると繰り返し上田総裁はおっしゃってるんですが、どのくらいの余裕をイメージされているのか、期間の問題ですね。まあさすがに来年までずっと余裕があるとかそういうことではなくて、ある程度の期間をまあ想定されているんだと思うんですね。今回ですね、実は金融政策決定会合後の記者会見で、私個人的に見ればこれがキラーワードだと思いますけれども、もう一つ重要な発言をされています。 これはですね、何かと言いますと、10月のサービス価格ですね。これを非常に注目されているというふうな発言を実は記者会見でされています。具体的にはですね、ここでご紹介しているとおりなんですが、ちょっと読みますと、10月を中心とするサービス価格。これ実は映像を見てですね、で、私があの実際に文字に起こしていますので、ほとんど忠実にあのこれ掲載しているんですけども、 10月を中心とするサービス価格、ちょっとここで打って止まりましてですね、そこが多くの企業の改定時期にあたりますので、で、そこで好調な賃金動向がどれくらい反映されるのかというのが関心、ここなんですよね。これあの、ここがポイントなんですけども、ずっと映像を見てですね、最初、関心とおっしゃって、下の想定モードをご覧になってですね、言い換えられるんです。で、改めて強い関心を持っている とといいうううののが一つの点ですというふうなコメントをされました私はそれを映像を見てましてですね、あの実はですね、記者会見というのは、日銀記者クラブの記者の皆さんがですね、会場に参集されて、上田総裁に質問されて、上田総裁のまあ受け答えを一生懸命、現場ではですね、こう端末を持ち込んで端末カタ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 打ちながらレポートされますので、実は記者の皆さんって前をあまり見ていらっしゃらないんですよね。私ははでですねその上田総裁だけではなくて 黒田総裁の登記もそうなんですけれども、映像をちゃんと見てですね、黒田総裁なり、まあ、上田総裁が、想定問答を読んでいらっしゃるのか、想定問答ではなくて、自分の発言、前を向いて、自分の頭の中で考えて、自分の言葉で発言されているのか、というところをチェックしてました。で、どっちにポイントがあるのかというと、想定問答なんですね。想定問答を読まれるというのが非常に重要なポイントなんですね。それは、総裁個人のお考えということではなくて、事前に準備をされた日銀としての 考え方ということになりますので、想定問答を読むということ、そう読んでいらっしゃるかどうかということが非常にチェックのポイントの一つということになるんです。まあそこをですね、非常に見てまして、これ実は強いという言葉、なかなか強いという表現はですね、マーケットが大きく反応する いわゆるちょっと強調する言葉ですの、ね、で、あんまり記者会見で使わないんですよね。普通は使いません。で、その言葉をですね、あえて想定温度の中で準備されていたということになりますと、意図的だというふうに今、受け取ることができるんですね。つまり、印象を与えようとされている。私はそう感じております。ここだよ。っていうことですね。で、強い関心を持っていると改めてこうおっしゃった。でこれがですね、実は時間的な余裕がある。 次どうしようかっていう時の一つの大きなヒントになっているんじゃないかと私はそう考えていますでどうこれを読み解くかということになるわけですがサービスの価格これいつ出るのかということなんですね確かに企業の皆さん10月に改定時期を迎える方多いんですよねでその10月のサービスの価格日本にはですね、サービスの価格といったときに消費者物価の中のサービスというのと 日銀が作っている企業向けサービス価格指数というのがあるんですよね。日銀が作っている企業向けサービス価格指数、CSPI と言ったりします。これはですね、企業間取引におけるサービスの価格を集めたものなんですね。で、消費者物価のサービスっていうのは、その名の通り、消費者が消費をするサービスの価格を集めたもの。従って段階がちょっと一段階違うんですね。企業間取引のものと 最終消費段階のもの、もどっちを見るかっていう話になってくるんですが、まあ、日本銀行は消費者物価見てますので、消費者物価の方だと思いますとすれば、10月の消費者物価、いつ出ますかということになるわけですね。そうするとここに掲載しておきました。11月の22日ということになります。いい夫婦の日でございますね。 結婚記念日を迎え得られる方、多いんじゃないでしょうかね、この日は。11月22日にですね、10月の消費者物価指数が公表になります。その中のサービスを、まあ、見てですね、10月の価格改定の影響、もっと言うと、賃金上昇の影響がそこに現れて、価格の改定がいつもよりも大きくなる、まあ、そういうことが本当に起きるのかどうかということで、サービスのプラスアブはここで拡大をすればですね、 これはいい兆候だということで、日本銀行は政策変更の材料にするんじゃないかというふうに私は考えていますえ。ちなみになんですが、さっきご紹介した日銀の企業向けサービス価格指数というのは、ちょっと遅いんですけども、11月26日に出ますので、それと合わせてですね、見ていくということだと、ちょっと読めるわけですよね。で、そういうこととは別にですね、じゃあ政治的なまあ背景ですとかですね、そういう環境を見るとですね、 まあ当然のことながら、皆さもご存知の通りですね、今月は27日に自民党の総裁選があります。まあ、初判指名というのが行われて、どうなんでしょうね。これよくわかりませんけれども、早ければ10月の27日、衆院選ということで、解散総選挙ということがちょっと囁かれたりしているわけですね。まあ、どうなるかわかりません。いずれにしても、このあたり、アメリカでは大統領選挙があります。10月から11月にかけて、非常に政治的なイベントが多いと。 ということもありま,すまあ普通は金融政策決定会合で決定することと政治というのは切り離して考えるというのは普通なんですけどもまあそうは言っても実態としては動きづらいということだと思うんですねアメリカの大統領選挙もですね結果次第ではマーケットが大きく触れるということもかつてありましたですのでちょっとこの辺様子を見るというのが常識的なまあ動きだと思うんですね FRB では11月の6・7に FOMC を開催します、まあ、この辺りを 経た上で、11月に、10月のサービスの価格っていうのを確認して、12月の MPM でもしかすると動くんじゃないか。私は個人的にはですね、12月がメインシナリオというのは、このあたりの背景というのを考えた上で、今回の上田総裁の,この強い関心を持っているという言葉、実はこのキラーワードに焦点を絞ってですね、12月じゃないかと。 を考えていいるととうことですねただ実際はですね、日本銀行にしてみますと、見通し期間の後半ということになるんですが、まあ、具体的には26年度ということですね。26年度に向けて、物価安定の目標が実現すると言っているわけですから、まあ、その時期に中立金利に持っていけばいいんだということになりますと、中立金利というのは、まあ何、何かっていろいろ議論があります。まあ、私は個人的には、まあ1、トぐらいというのを想定しています。えー、政策金利を1%ぐらいに、その時期に持っていくというふうに考えると、12月か、 あるいは来年の1月かっていう、まあ、そのくらいのちょっとタイミングの差ずれというのはですね、まあ、本当に日本銀行にしてみると、まあぶっちゃけどっちでもいいよっていうぐらいの話だと思います。なので、見方としてはですね。 一応12月もあり得るというふうに考えて、ちょっとウェイトとしてはそっちに私は傾いてるんですけども、それでマーケットがもし荒れていて、まあ、できなければ次1月というふうな見方をしておけばいいんじゃないでしょうかね。まあ、そういうふうに見ているということです。最後にそのサービスの価格っていうのをちょっと見ておきましょう。これがですね、企業向けサービス価格指数と消費者物価のサービスですね。それの動きを 2000年から見たものなんですね。青いラインが消費者物価のサービスの動きになります。コロナの時にまあガーッと下がりましてですね、今は随分と回復して、足元ですね、2%超えてたんですけども、7月1.4%ということで、これがですね、8月を経て、9月、10月に向けて、またもう一回こう上に向かうのかということがポイントになってくるわけですね。 赤い例をご覧いただくと、これが企業向けサービス価格指数。もう一回改めて申し上げておきますと、企業向けサービス価格指数は、企業と企業の間で取引されているサービスのこと。その価格ですね。そして、消費者物価のサービスというのは、最終消費段階のサービスのことですので、段階が違う。で、どう違うかと言いますと、通常はですね、企業向けサービス価格指数が先に動いて、遅れて消費者物価のサービスが動いていくというのが普通です。これをご覧いただくと、 赤いラインがですね、ちょっと先に動いて、青いラインがちょっと動いてるっていうふうなまあ感じには見えますですよね。動きが激しいとか、激しくないとか、それはありますけれども、この赤いラインも、コロナの時もですね、企業向けサービス価格指数の方がまが、先に動いて、で、先に回復して、というふうなちょっとタイムラグが見れるわけですね。そうすると、足元をご覧いただくと、赤いラインですね、企業向けサービス価格指数というのは、トレンド的に上昇傾向を続けていると。 7月は2.8%ということでした。これ、あの、先行きを計算すると、指数をですね、まあ、横ばいにしたりとか、ちょっとこう、上目にしたりとか、まあ、いろんな推計をしてみますと、まあ、私の見方はですね、この2.8というのが、じわーっとプラス幅を縮小していくようなことになるかなと思ってるんですが、まあ、とりあえず、このタイムラグを考えると、まあ、このあたりの企業向けサービス価格指数の上昇がですね、遅れて反映されるということかもしれません。それに加えて、日銀サイドではですね、 賃金の上昇が価格改定時期に反映されるはずであると見ているわけですね。まあ、その可能性高いと思いますけれども、そうすると、この青いラインというのはま、まずるずると下にいくのではなくて、もう一回上に向かっていくということがまあ,あるかもしれないということですよね。まあ、それを日銀は期待しているということで、本当にその兆候が現れたら、追加利上げということになるんじゃないでしょうか。ここれれは参考まままでででに指数水準でございいいいすすパッとと見るだけでいいと思いますが 水準で見るとですね、こんなことになっているんですね。ずっと企業向けサービス価格指数というのは、まあ、異次元緩和を始めた後にゆっくりと上がっていってですね、コロナではちょっと動きましたけれども、その後、わーっと上に来ているというふうな姿。それに遅れて消費者物価のサービスもようやくですね、トレンドとして上に向かっているというふうな円にはなって、それが先ほどご紹介した前年比というのはこういうことになっているわけですね。まあ、いずれにしても、10月の価格改定の時のサービスの価格がどうなのか、 これを見て、日本銀行がどう動くか、ここは非常に注目をされるところだということで、今日はですね、上田総裁の9月 MPM 後の記者会見の中身を詳しく見てまいりました。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。この度、投資 YouTube のチャンネル登録者数が30万人を突破しました。いつもご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。 30万人突破を記念して私、久保田が皆様の質問にお答えする特別生配信を実施いたします。実施日は10月11日の金曜日で18時30分から配信開始の予定です。質問は日本株以外にも外国株式や FX ドル円など様々な分野のご質問をお願いいたします。 経済に関することに限らず、まあ私の好きなスポーツや食べ物までえ何でも結構ですので、ぜひ質問をお寄せください。質問方法など詳しくは概要欄を確認してください。